したか。これでようやく出発できるな。はあ、確か西の方にある中世の地下水道でしたよね。ああ、バルスタール水道だ。先ほども言ったが、水道内には危険な魔獣が徘徊している。二人とも準備はいいのか。わかった、それでは出発しよう。二人ともついてきてくれ。了解、わかりました。地下水道みたいですね。王都の地下水道ほどではないが、それなりの広さはあるだろう。本日の演習は水道の採用にあると思われる機密文書の回収だ。機密文書？あくまでもそういう想定での演習だよ。とにかく水路の採用まで行けばダミーの書類が見つかるはずだ。それを回収できたら演習終了さ。話を聞いてる限りだと簡単そうに聞こえますけど。当然、演習というからにはいろいろと用意してるのよね。まあ、ご想像にお任せするよ。ちなみに、徘徊している魔獣がかなり手強いのは確かだ。ひょっとしたら、チェインクラフトを使いこなす必要があるかもしれない。チェインクラフトっていうと、ここに来てから特訓した仲間同士による協力攻撃ですね。ああ、複数の仲間が敵を同時に攻撃できるクラフトだ。せっかくだからこの演習中に試してみるといい。うん、わかった。それと戦闘に際して君たちにこれを渡しておこう。ってやつですね。ああ、戦った相手の情報を記録しておくための手帳さ。敵の特性が分かり次第その手帳に書き記すといい。敵の情報か。戦いには重要なことよね。うん、まず敵を知ることは兵法の基本でもあるからね。オンに来ます、グルチ先輩。礼には及ばないよ。加えて言わせてもらうと、傷を負った場合には無理せず撤退するように。オーブメントの回復装置も念のために用意したからね。さすがはクルツさん、何もかも準備万端ってわけね。うん、それだけに私たちもちゃんと期待に応えないと。それでは行ってきます。二人ともどうした？体力を回復したいときはそこの回復装置を利用するように。あっと、早速出たわね。うん、小手調べにはちょうどいい相手だね。久しぶりの実戦だし、戦い方を確かめながら行きたいとこだけど。エステルちゃん、基本から全部おさらいする？それとも応用編だけにする？確認するのは応用編だけにしたいかな。練習したチェインクラフトを早く試してみたい気もするし。うん、了解だよ。じゃあこの辺の魔獣は蹴散らしていっちゃおう。魔獣を蹴散らしてきたけど、もうこの通路も終点かな。うん、そうみたいだね。ねえエステルちゃん、そろそろあれを試してみない？あれってチェインクラフトね。せっかく特訓した新しい連携攻撃だからね。漢字をつかむためにも早速実戦で使ってみない？それじゃあチャンスがあれば狙ってみる。
Thank you.
に抜け道があってね。君たちが仕掛けを解除している間にまっすぐここに来させてもらったよ。せっかく苦労して仕掛けを解いてきたのに。それはともかく、やっぱりここが地下水路の採用なんですよね。ああ、その通りだな。それじゃあ回収する機密文書っていうのは。自分の役は機密文書を強奪しに来た某国の武装工作員だと思ってくれ。当然同じ目的を持った者たちは実力を持って排除させてもらうよ。なんですって？機密文書は単なる口実。本当の演習課題は探索中の予想外の構成ってわけですね。そういうことだ。それではこちらから行かせてもらうぞ。これで決める。砲術貫けぬこと鋼のことし。貫けぬこと鋼のことし。
したつもりはなかったが、どうやら自分の負けのようだな。私たち勝ったの。さすが魔法術使い、二人がかりでやっと勝てたね。さて、工作員が無力化したことで君たちは機密文書を回収した。今回の演習はこれにて終了だ。それじゃあ今日の訓練はこれで終わりだ。まさか。宿舎に戻って昼食をとったら、南にあるサントクロワの森に向かう。演習の反省点を見直す意味でもみっちり訓練を受けてもらおうか。さてと、本日の訓練は終了だ。二人ともご苦労だったね。疲れた。確かに今までで一番ハードだったね。やれやれ、まだまだ体力が足りないな。今夜は早めに休んで明日に備えておくといい。はーい、お疲れ様でした。それにしてもクルツさんってかなり強くない？私たち二人を相手にしてもまだまだ余裕がありそうだったし。それはそうだよ。砲術使いのクルツといえばリベールの遊撃使者ナンバー2だし、一番はもちろんエステルちゃんのお父さんだけどね。ちなみに声優劇士のランクは G から A までの7段階あるの。私なんて半年かけてやっと F に昇格できたけど、クルツ先輩なんて B でもうすぐ A に昇格するらしいよ。へえ、A 級って言ったら G さんと同じってことよね。でもその凄腕のクルツさんの記憶を奪った犯人って、私止められるのかな？エステルちゃん、どうしたの？真剣な顔して。ごめんなさい、ちょっとぼーっとしちゃって。ひょっとしてヨシア君のことを考えてた？そんなところかな。そっか。私シラ先輩から少し事情を聞いただけだけど、心配だよね。今どこで何をしてるかとか。うん、でも大丈夫、あんまり心配しないで。所詮ヨシアなんて一人で勝手に思い詰めて出てった家出息子に過ぎないんだから、絶対に見つけ出して首に縄をかけてでも連れ戻す。そうだね、その息だよ。エステルちゃんがその気だったらヨシア君は絶対に見つかる。お姉さんが保証してあげるよ。ありがとう。あ、でもアネラスさんってあんまりお姉さんって感じがしないような。あー、ひどい。エステルちゃん、私のこと子供っぽいとか思ったりしてるんでしょう？いや、そこまでは。これでも君より2歳は年上なんだけどな。ま、いいや、年上扱いされるより友達として付き合える方が嬉しいし。今後ともよろしくね。こちらこそよろしく。さーてと、そろそろ休んで明日に備えるとしますか。ずいぶん疲れちゃったけど、明日の朝練出られそうかな？あ、それは大丈夫。私いくら疲れてても次の朝にはあんまり残らないから。
ネラスさんさえ良ければいくらでも付き合わせてもらうわ。やった、そうこなくっちゃ。それじゃおやすみなさい。うん、おやすみなさい。さてと、私も部屋に戻って休もうかな。あ、そういえば演習でセピスを手に入れたっけ。新しいクォーツも揃えたいし、寝る前に工房に寄ってみようかな。